本の中でも日本の弱みっていうところで、形のないものに対して投資をしないっていう。見えてるものにやっぱお金払えるんですけど、見えてないものとかこれから作るために手を動かす、例えばプロセスにお金を払ったり努力の成果を認めるんですけど、うん、プロセスを始めちゃう前に一生懸命考えてアーキテクチャ作ろうよとかって言ってるところになかなかお金払えなかったりとかして、で実はそこがきちんと決まったらみんなが突っ走ることができるんですけど、うん、はい、なんかそこに時間とお金もなかなか払いにくかったりっていうのがちょっと課題かなと思いますね、うん、年功序列でもいいんですけど、分かってないことを分かって認めてるっていうのが大事じゃないですかね、うん、例えばアメリカだと大きなベンチャーキャピタルで、ベンチャーキャピタルってなんかすごい新しいこと知ってそうじゃないですか、うん、その人たちが例えばフェイスブックのあの動きが分からなかったなって反省してたりするわけですよ。そうするとスタートアップの若い人たちにもっとむしろお金を預けて勝手に投資させてみよう、失敗もしていいからこのお金投資してごらんみたいなこともやるんですよね、はい、失敗を許すっていうことと、うん、自分たちがもう権力持っちゃったけど分かんないことは分かんないから分かるやつに権力を移譲しようっていう、その2つがあるだけで日本って結構代謝が進んで、偉い人は偉いままでいて構わないの で、 なるほどです、ね、その部分だけやってくれるとだいぶ違う気がします。まあなんか思うのは、特にシリコンバレーにいるとやっぱり欲望に忠実だなってやっぱりすごい思うんですよね。日本だと新しい例えばソフトウェアサービスとかが出てきても、社内で担当者がこれいいサービスだと思ったからって通そうとしても、上司がじゃ他の会社使ってるのかとか実績どうなのとか、なんかそういうので結構潰されたりするんですけど、やっぱアメリカっていいソフトウェアサービスだと別にスタートアップだろうが何だろうが関係なく結構どんどん採用していったり、いいものであればいいサービスあればどんどん使えますっていう、なんかそういう欲に忠実なところがあるなと。でもう一つは Facebook とかGoogle でも何でもいいんですけど、やっぱりソフトウェアって一旦回り始めるとやっぱり儲かるんですよね。やっぱりこうネットワーク効果って、まあプラットフォーマーなんてよく言われますけど、物が転がり始めるとどんどんベンチャーキャピタルだとか、それこそ最近だと思うゴールドマンサックスみたいなウォールストリートのプレイヤーもみんなワンサが入ってきて、どんどんお金を積むと、でみんな儲けようとすると。だからある意味なんかこうサービスを使う側もお金を出す側もやっぱり欲望にすごい忠実なので、いいソフトウェアサービスであればあるほどどん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 こうものすごいスピードで進化して、気づいたら時価総額1兆円みたいな企業が 4,5 年で出てくると。なのでこう周り見てこのサービス誰か使ってるかなとかじゃなくて、もういいものだと思ったら使うし投資するっていう欲望に忠実になるというのが大事かな。そういった考え方というか発想の仕方って、それってシリコンバレーに行くと日本人の方でも発想って変わったりするもんなんですか？やっぱりギブアンドテイクっていう言葉が非常に強く言われていて、何でももちろん最初は友達でいろんな情報を教えてくれるんですけど、まあ自分にも利用価値がないと、そのいずれまあなんか連絡が途絶えるみたいなのがすごいありますんで、まあそういった意味では自分もやっぱり常に成長するというか、まあ何でもいいですよね。日本の投資家を知ってるでもいいですし、会社を知ってるでもいいですし、常にやっぱりこう自分の日本人として桑島弘明としての価値ってなんだっていうのはやっぱり常に考えて成長しないとやっぱり生き残れないので。成長してます。あ、そうです成長されてるという体が成長しないいやでも本当に欲望に忠実だからこそ、メリットデメリットみたいな便益みたいなことはすごく皆さんシビアだし、そういった中で戦っていこう、生き残っていこうとすると自分自身も成長しないといけないってことですよね。やっぱり強いもの同士でこう固まっていくっていう構造にあるので、なかなかそこに入っていこうとするのは簡単なことではないっていうのは。でも日本にいながらしても同じですよね。どういうことですか？日本に私いますけど、はい、同じだと思いますよ、うんうん、なんかなんでそんなことよく知ってんのとかって聞かれるんですけど、うん、あと紹介してくれたらその人に僕聞くからって言われるんですけど、うん、別になんか聞きに行ってるんじゃなくて、なんかこの情報を私に投げたら私しかわからないことをフィードバックしてくれるなと思うからもらってることが多いんですよね、はい、そうするとさっき桑島さん言ってたように日本の投資家を知ってるでもいいし、日本の例えば法制の状況を知ってるとかでもいいんですけど、うんうん、なんか私ならではのフィードバックがかけられるから先にユミに知らせておくねっていうことがあるんですね、うんうん、だから先にちょっと徳を積んどくっていうか。なるほど。なんかしょっちゅう向こうの動向に対して私なりにフィードバックをかけているっていうのがあると、うん、すごい早くに教えてくれたりします。確かに。そりゃそうですよね。だって、うん、もちろん利害だけで人つながってるわけではないですけど、うん、ずっとちょうだいちょうだいって言ってたら、うん、なんであなたに教えないといけないんでしたっけってやっぱりなりますけど、うん、そうやって何かその方に伝えたりだとか共有することによって自分にもちゃんとフィードバックがあるとか、うん、
そういった関係性があるっていうこと自体が、そういったそれ自体も信頼ですよね。じゃないと、あの日本人の人を例えば紹介、日本人限らないんですよ、結構他の方でも国関係なしに、あのちょっと行ってみてから紹介してっていう人を紹介すると、うん、紹介した先からいろんな人が来て仲良くなったんだけど、あの人たちの目的がわからない、うん、私たちと会って何をしたいかわからないってなると、まあ、あの向こうも時間使うんで、あんまもう紹介しなくていいよってなっちゃうわけですよね、うん、やっぱそうならないように、せっかく行くなら行く目的とか、人と会うなら会う目的、ズームでもそうだと思うんですけど、うん、なんかそれをもって接していくと、別に世界は結構公平なので、うん、人種関係ないと思います、住んでる場所に。そうですよね、確かにシリコンバレーに行かないとそうじゃないっていうことじゃないですよね、うん、日本でも、もう世界各国で同じことですよね、それは確かに。まあ、シリコンバレーツーリズムなんてよく言われてですね、なので日本企業はいつも旅行に来ると、でなんか俺たちここは動物園じゃないというふうに、シリコンバレーの方は特に日本企業と会う場合は、その人間が意思決定者かどうかっていうのをすぐ見抜きますね。で、意思決定者じゃないともう基本的にミーティングに至らない、あの無駄なので、あの結局本社に持ち帰って検討しますとかって言われて、返事をなんか3ヶ月半年返さないとか、そういうことをもう平気でやる、なんかスタートアップはやっぱ下に見てるんですよね、無意識のうちに、はい、なのでもう日本企業と話しても無駄だっていうのがもうなんか割と広まっちゃってるので。最近エストニアでもそんなことが言われてるですよスタートアップが多いので日本人がたくさん来るんだけど、はい、みんなと仲良くなったんだけど、どうしたらいいのかなって言われるので、うん、まあ、それはエストニアツーリズムなんで仲良くしてあげてくださいそれこそエストニアもスマートシティとか IT 化すごい進んでますもんね、うん、そうなんです。だからシリコンバレーに限らず結構やらかしてるんですよね。やらかしてちょっと頑張って、我々も持っていくものをちゃんと、まあ、情報のお土産でいいんですよ、お金を必ず投資しろじゃないんですけど、はい、まあ、あの情報のお土産だったりとか、うん、意思決定ができるとか、人が出せるとか、新規事業できるとか、なんかそういったものを持って、やっぱり武器を持っていくべきですよね。いや、僕あの桑島さんに、あのシリコンバレーのこの著書の中でもインナーサークルのお話されてたじゃないですか。だからどうやってそのインナーサークルに日本企業がこう入っていけばいいのかっていうことを伺いたかったんですけど、もうズバリそこですよね、うん、自分たちもちゃんと何がお返しができるかっていうことが明確にちゃんと持った上だったら、どんどん入っていけるってことですよね。短期中期長期っていう話があるかなと思っていて、やっぱりインナーサークルって、まあ、日本でもそうだと思うんですけど、なんかどこの高校行ったとか、 どこの大学で同じ部屋に住んでたとか、会社で同期だったとか、留学先に一緒に苦労したとか、なんかそういうのの掛け算でなんか決まってたりするところもありますので、同じ釜の飯の掛け算みたいなのが、まあ、それが長期的な話で、まあ、中期的な話は自分の価値というか、意思決定者と一緒に、あの、まあ、ドイツでなんかやっぱりそこら辺苦労して学んでできているところがあるので、もうあの社長直轄でチームを作るとか、まあ、要はもう意思決定者がもうすぐ意思決定、まあ、スピードは全てなのでっていうことをやると。で、短期はもうすいません、欲望で忠実というお話をしましたけど、やっぱり、まあ、金の力でいくと、はい、すなわちもう50億なら50億売ってきて、これを運用してくれと、でもうシリコンバレーのスタイルで運用させてあげるから、なのでインナーサークルの人をお金の力で持ってくるっていう、これが一番早いですね、まあ、そういうことをできてる会社も、まあ、少ないですが あります。なのでもう欲望の忠実な村の掟に従って金の力でいくという、それが3つね。あれですよね、ドラクエだと思えばいいんですよ。ドラクエ、自分が魔法が使えるなら使えると、それを主張してそのチームに入れば、インナーサークルに入るときに、まあ、銀融主人なら銀融主人でいいんですよ、うんうん、なんかその魔法でも宝物のあるところ知ってるでもいいんですけど、そうじゃないと、あのルイーダの酒場で飲んで人の悪口言ってるだけの人になっちゃうんですよね、うん、なるほどですね。だから選ばれるまで待つなと、そうじゃなくて自分がこれはできるんだよって宣言しないとやっぱり選ばれないところですね。ちゃんと戦う、戦い、うん、お二人から見て逆にですね、この日本企業、日本の自動車産業がこれから世界でまだまだ戦っていける余地ってどういうところにあるのかなっていうか、ぜひお伺いしたいなと思うんですけど。いいとこ実はすっごいあるんですよ、日本人も日本企業も、はい、自動車産業ほど大きな組織で動かすものがこの国で成り立ったっていうのって、やっぱりその横つながりとか組織構造を大事にするというのがあったからできたと思うんですよ、はい、自動車産業がある国って、例えばスウェーデンもそうだし、ドイツもそうだし、日本もそうなんですけど、うん、まあ、最近ちょっと中国頑張っているとは思うんですけど、やっぱりあのじりじりと
頑張ってる国ってやっぱこう垂直統合型に向いてそうな国民性だったりするんですね。でその中でも日本が突出しているのはディテールにこだわること、はい、ディテールにこだわりすぎて全体を見ないというのが先ほどちょっと申し上げてた部分ではあるんですけど、逆に言うとディテールにこだわっていけばすごく突出したことができるので、うんうん、なんかものづくりにこだわる気持ちが抜けられないんであれば、ものづくりのとかものづくりでハードウェアをきちんと抑えて、むしろデファクトを取るみたいなことも一つの戦略かなと思うんですよね。任天堂DSとかそれがやれているので、はい、なんかそういったことも改めて日本モデルというのを考えていくのは一つの手かなと思いますね。あえて自分たちが得意領域をとことん追求していくっていうことですかね。そう、ただその人を食べさせなきゃいけないので、うん、全体で儲けるっていうのはきちんとやりましょうね。それが今までのルールと違うところは、ちょっと権限異常とかして若い人とか、まあ、今までロールモデルじゃなかった人にもいろんなアイデアのチャンスを与えつつ、まあ、ここら辺の元々の産業構造をめちゃくちゃにしなくてもいいかなとは思ってる節は私としてはあります。日本人の強みとか日本企業と言ってもいいと思うんですけど、やっぱり問題が特定されたり、例えば燃費を良くするとか耐久性を上げるとか、今で言うと例えば二酸化炭素の排出量を減らすとかでもいいと思うんですけども、ルールが決まってその個別の課題これを解けば勝てるっていうところまで落ちると、日本企業の勝ちパターン、日本人の勝ちパターンに行けると思うんですね。で、日本人が苦手なのは全体のルールが決まった時に誰が力を持つんだっけっていうところを特定して、じゃあ自分はここの何でもいいです、半導体でもいいです、センサーでもいいんですけど、ここをもう突き詰めるんだっていう、そこまで落とし込んでくる力がやっぱりすごい弱いっていうのがあるかなと。なのでやっぱり苦手なんですけど、ルールを作りに行くっていうところ をしないとやっぱり長期的にはやっぱり勝てない。やっぱりアップルとかもそうですけど、やっぱり iPhone って別によく言われますけど、特にできた当時はなんですね、あまり難しい技術が使われたわけじゃなくて、既存の技術をなんか東芝のフラッシュメモリー使ったりとか寄せ合わせで作ったんだけど、それとして価値を生み出したと。製品のアーキテクチャとかルールを決めるところにチャレンジして、で自分の勝てるところがどこかっていうのをその変わった世界で見つけ出す。今で言うと車がスマートデバイス化したときに、じゃあ誰が力を持つの、例えば今半導体が足りないから車が作れないみたいなことが起きてるわけですけど、もう半導体メーカーの方が実は交渉力がどんどんついてきているだとか、いかに自分が勝てる課題っていうところまで落とし込めれば活用値がやっぱり出てくるのかなと。っていうことで言うと、今仮に自動車の産業のモビリティ産業という中で世界に遅れを取っていたとしても、まだまだここからおっしゃられた通りルールを決めていったりだとか、より自分たちで課題を具体化していくことで、まだ可能性というのは非常にあるってことですよね。よいドンってあとの駆け足はとっても早いのでドンが鳴るとか誰が鳴らすとか、そういうところが弱いっていうところだけ克服してほしいですね。そういうことですね。でも若い人、日本も生まれてきてるので、うんうん、ミレニアム世代とか Z 世代が日本にいないわけじゃないから、その人たちに、うん、すごく教育が変わってきてるんですよね。だからそこら辺になんか権限移譲すると、ドイツって分からないことが分かったんで、シリコンバレーのトップとかを30代とかにしちゃったことがあるんですよ。へー。私の友人で39でシリコンバレーのメルセデス の社長になっちゃった人とかもいるんですけど、でも彼がドイツではちょっと異例だったんですよ。ドイツも日本と同じで結構年功序列感もあったし、経験が大事だったけど、はい、シリコンバレーでスタートアップの人と話すにはやっぱそれぐらいの若いやつに決定権を持たせて、お昼今話せるよって言ったらランチ食べに行っちゃうぐらいの俊敏さが必要って思って決めたってことができたんですよね。でドイツ人も頭固いし、おじいちゃんたちすごく威張ってるし、日本と何が違うのってあんま変わらないんですよね。ただドイツのおじいちゃんの偉い時はことは、私たちアジア人の女性もそれ呼ばれて一回議論したこともあるんですけど、僕たちがもしかしたらこのスマートフォンっていうのが電話だと思ってるのがもういけないんじゃないか、この上でいろんな便利なものが動くっていうのが分かってなかった、じゃあこの決定権はもう分かるやつに渡そう、それが若いやつでも別に、まあ、言い方悪いけど女子どもでもいいじゃないかっていうところだけは偉かったなと思います。それをやるだけでも違うと思いますよ、この国は。そうですよね、うん、アメリカってやっぱ間違えていいんですよね。だから日本だとやっぱり正しい答えってよく言うんです。間違えちゃダメって、幼稚園ぐらいから教育されて、私も教育されて育って、そこからいかにアンラーニングするかっていうのを今でも苦労してるんですけど、なんか正しいこと言わなきゃとか空気読まなきゃとか、そういうのないんですよね。もう別に間違っていいからどんどんチャレンジしろとっていうのが、まあ、すごいあって、間違えたら元に戻ってまたやればいいんだっていう、挑戦する気持ちはアメリカはとっても強いし、うん、失敗した人にもう一回あれですよね、
会社を潰した人じゃなくて会社を経営したことがある人っていう見方をするんですよね、うん、そういったところの考え方をちょっと変えてもらうと、この国別に人材がいないわけでも技術がないわけでも全然ないです、うん、ちょっとした発想や考え方をちょっと切り替えるだけで環境ってすごい変わって、その技術をすごい活かせるような土台がすぐ作れるっていう可能性も全然あるってことですよね、うん、いや面白いですね。奥田方、なんかもっと喋り足りないみたいなことってあったりされますか？私タイトルが日本車を生き残れるかっていうタイトルだと、なんか日本車がもうダメなんじゃないかとか、うん、オワコンじゃないかってすごくたくさんの人から連絡をもらったんですね、うん、でも実は私本当に子どもの頃から車が好きで、自動車作ろうと思ってエンジニアになったりとか、自動車産業にエールを送ろうと思ってジャーナリストになったりとか、うん、そんなことをしてきた中で、自動車っていうプロダクトへの愛があってこそ自動車産業全体にエールを送りたいと思って書いた本なんですね。なのでこの本を読んで自動車産業をがっかりするっていうよりは、自動車産業に関わる人がなんだまだ巻き返せるじゃないか、これから俺たちまだまだ舞台の中で真ん中で踊ってやるぞっていうふうに思ってもらえたらなと思って書いた本なので、うん、それだけは皆さん心の中に留めて読んでいただけると嬉しいです。危機感とかつ希望を持てるっていうことが本当に重要ですよね、はい、っていうこと本当にありがとうございます。桑島さん、ぜひ。特にシリコンバレーにいると毎日のようにそのテスラがどんどん数が増えていくのとかを感じると、まあ、一方で日本で言われる、それを言うとですね、お前はかぶれているだとかですね、それシリコンバレーだけでしょうとか、もう一つあるのは俺は分かっていると、で俺はそれは知っているっていうのすごい多いんですね。なんですけど、5年ぐらい前からタグワシ5000人ぐらいにこの話してたんですけど、知っている分かっているって言われた人たちがこの5年間何をやってきたかっていうのを見ると、ほとんどやっぱり何もやってないよねっていうのが、すいません、これはちょっと若干踏み込んでますが、まあ、エールという意味も込めてですけど、これ自分に対する戒めでもあるんですけど、俺は知っている、俺は分かっている病からみんな早く抜け出そう、俺は分かっている、俺は知っているって一回なっちゃうと、もう人ってそこからなかなか抜け出せなくなるので、どうにかみんなで日本全体でそれを抜け出そうと、そうすることによってのみ日本の、まあ、自動産業だけじゃなくてですね、日本全体の復活があるんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。いや、素敵なメッセージありがとうございます。いや、でも本当そうですね、分かった気になっちゃったらもう本当にそこで成長止まっちゃいますもんね。そうなんです、産業だけじゃなくて人間もなので、うん、そうですよね、うん、それこそなんか1年後にどういう変化がこの業界や世界で起こってるのか、ね、誰にも分かんないですもんね。みんなでやってみることですよ、うん、本当それこそ書かれてらっしゃった通りも、うん、本当に失敗こそ不可欠っていう、うん、その精神でトライしていくっていうことですよね、うん、いうことで、皆さんのお役に立てたら非常に幸いです。本日も見ていただきましてありがとうございました。楽しかったよというふうに思っていただけた方はですね、ぜひですね、チャンネル登録とそして高評価をいただけたら非常に嬉しいです。ということで、ぜひまた次回お会いしましょう。それではありがとうございました。でスマートシティを本当に実現したければ自立ロボットがいて、自立の自動車がいて、 AR のアバターがいて、彼らが机にぶつからないようにとか、人間以外の視点にも動きやすいっていう意味でのスマートさとか、まさにおっしゃった通り、その引っ越ししやすい街って実はスマートシティの究極かなと思っていて、はい、エンタメを入り口にするべきだなっていうのはすごく思うんですね、はい、この技術を使っていろんなユーザーが毎回楽しいことが目的になってるっていう明確な世界なので